続いてはスポーツアイのコーナーです。今夜は今月5日に行われた春の高校バレー県予選で2年ぶり7回目の優勝を果たした西大浦高校女子バレーボール部の鬼塚監督のほか大崎キャプテンなど3年生の皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。皆さん改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは鬼塚監督、心境はいかがでしょうか。はい、まずは、たくさんの方々に支えていただいて、掴み取ったものだと思うので、感謝の気持ちを伝えたいという気持ちでいっぱいでした。そして9月10月は選手が、心身ともにこうかなり追い込んだ時期だったので、それが報われてよかったなという気持ちです。大崎キャプテンにも喜びの声を聞きたいと思います。いかがでしょうか。関東予選とインターハイ予選では優勝を逃してしまって、その春高予選にかける思いというのは全員が強かったので、まずは優勝できて今でも信じられないくらい嬉しいです。喜びが伝わってくるようです。では決勝戦を映像で振り返ります。決勝で顔を合わせたのは健大高崎です。去年も決勝で戦い、その時は敗れた相手です。リベンジを果たしたいと臨んだ第1セットですが、健大高崎の多彩な攻撃に苦しみ西浦を落としてしまいます。第1セット落として迎える第2セット、鬼塚監督に伺いたいのですが、第2セットに向けてはどんな指示を出しましたか。はい、西浦の良さが出なければ、一方的な展開になるってことは想定していましたので、2セット目が始まる前には、サーブでもっと崩して相手がいい状態で攻撃するという形を減らすこと、そして私たちはリセプションをしっかり返していい状態で攻撃すること、そして、攻撃を偏らないようにすることを指示しました。明確にこう改善点というか、こうしていこうということがあったんですね、そして大崎キャプテン、どんな声掛けをしましたか。はい、1セット目は相手のペースに飲まれてしまい、自分たちのバレーができずに終わってしまったので、2セット目では鬼塚先生の指示のもと、レシーブとサーブの精度を高めて、とにかく西浦らしさを出して元気よくやろうとみんなに伝えました。気持ちを一つにして迎えた第2セット、西浦が健大高崎の攻撃に対応し始めます。粘り強いレシーブから4番田野選手と3番村上選手にトスを集めて得点を重ね、25対22でこのセットを獲得します。接戦となりました。田野選手、力強いスパイクで攻撃続けていましたが、振り返っていかがですか。はい、1セット目を落とした中で、この2セット目も落としてしまったら負けてしまうというプレッシャーがあったのですが、みんながつないでくれたボールを自分が絶対決めるという思いで打ち続けました。そして村上選手、相手のブロックをうまく使ってスパイクを決めていました。ご自身のプレー振り返っていかがでしょうか。はい、自分は身長が高くないので、ブロックアウトが武器なので、練習でブロック板を使って練習しました。その練習の成果が試合で発揮できたので良かったです。まさしく練習してきたことがこの本番で発揮できたということなんですね。積み重ねてきた成果かなというふうに感じます。そして迎えた最終の第3セットは中盤16対16と同点となるなど、一進一退の展開で進みます。ここで1番の大崎キャプテンのスパイクが決まり、得点を重ねリードを広げると、25対19で西浦がこのセットも奪い、フルセットまでも詰め込む激戦の末優勝を果たしました。大崎キャプテン、大事な最終セット、どんな気持ちでプレーしていましたか。はい、1、2セット目では自分がマークされてしまい決めることができず、チームのみんなには足を引っ張ってしまったので、最終セットでは自分が助けてもらった分、チームの波を作っていけるように、上がってきたボールは全部決めるという気持ちでやりました。試合終了の瞬間は感極まった表情もされていましたが、鬼塚監督はどんなところが勝因だったというふうに感じますか。はい、コート内でよく会話をして、私の指示もそうですし、相手の攻撃に対して、かなり対応をして自分たちのリズムでゲームを進めて
ていたのが勝因かなと思います。そして試合前には守備練習はもちろんのこと、サイドアウトの練習をかなり念入りにやったので、その成果が出たかなと思います。練習してきたことがあってもこの決勝の舞台で発揮するというのはなかなか難しいものがありますよね。すごい精神力です。はい、大崎キャプテン、そんな今年のチームの強みどんなところにありますか？はい、今年のチームの強みはとにかくレシーブなので、西浦のモットーであるつなぐと根性で粘り強いプレーをしてレシーブを軸にコンビバレーと展開していくチームです。その強みを生かして臨みます全国大会は東京都渋谷区にある東京体育館を会場に来年1月4日から8日の期間で行われます。ではここで選手の皆さんから一言ずつ意気込みを聞いていきたいと思います。まずは田野選手からお願いします。アウトサイドヒッター3年の田野真奈美です。春高では今回の決勝よりもスパイクのコースの打ち分けの精度を上げていき、たくさんのポイントを重ねられるように頑張っていきます。アウトサイドヒッター3年の村上美優です。春高では高いブロックにも負けないスパイクで、春高予選よりもブロックアウトがで得点が取れるように頑張ります。セッター3年大島彩奈です。私の武器は左利きなので2やフェイクを使ってブロックの枚数を減らすこととサービスエースを決めて徐々立ちをすることです。いや、このポーズが全国の舞台でも見られるといいですね。楽しみです。はい、ミドルブロッカー3年星野美優です。高さを生かしたブロックで自分たちを支えてくださった多くの方々に少しでもプレーを見せられるように頑張りたいと思っています。マネージャー3年の荻原彩乃です。3年が出る最後の試合となるので全国という舞台で後悔のない試合となるように全力でサポートしたいと思います。チームの雰囲気の良さも伝わってきましたが、全国大会への意気込み鬼塚監督からもお願いします。はい、平均身長が低い、かなり低いチームですので、引き続き守備練習はやっていかなければいけないなと思うんですけれども、それに加えてさっき村上からも出たようにブロックアウトや多彩な攻撃っていうところの精度も上げていけたらと思います。そして群馬県代表として恥ずかしくないような試合をできればと思います。それでは最後に大崎キャプテンからもお願いします。はい、やっと掴んだ全国の舞台では3年生全員がコートに立てることを感謝し、持ち前の速さとパワーで西浦らしく勝ち進んでいけるように頑張っていきたいと思います。全国での活躍楽しみにしています。今夜は今月5日に行われた春の高校バレー県予選で2年ぶり7回目の優勝を果たした西浦高校女子バレーボール部の鬼塚監督のほか、大崎キャプテンなど3年生の皆さんにお越しいただきました。ここまでありがとうございました。ありがとうございました。